平昌オリンピックを前に北朝鮮の芸術団が今朝初めて韓国に上陸しました。昨日は韓国の一部団体が激しい抗議活動を行い、それに北朝鮮側が猛反発しています。中継です。その芸術団サムジヨン管弦楽団ですが、午前中はこのガラス張りの建物の中にいました。でつい先ほど昼食をとるということでこの施設を後にしています。ここは明日公演が行われる会場で、午前中は楽器などを持ち込んで入念にリハーサルを行ったようです。で昨日韓国入りしたサムジヨン管弦楽団は接岸したマンギョンボン号の中で一夜を明かしました。芸術団は、お揃いの赤のコートを着て今大型バスへと、向かっています。今回特例で入国したサムジヨン管弦楽団ですが、それに激しく反発する人もいて、昨日は抗議活動が行われました。でこれに対し北朝鮮メディアは永遠に許しがたい同族対決茶番劇だと激しく非難しています。オリンピックをなんとか成功させたい韓国に揺さぶりをかけて存在感を示したい北朝鮮、今のところその目的を果たしつつあると言えそうです。